呂樹片木は、新末、中華民国の政治家。字は、小白木、高圏。号は、陳漢古北京新書院で学び、1885年、木の戸取家巨人となる。1889年、貴中華新史となり、管理委員編集の地位を授かった。1891年、関東省副志向となり、 1894年には、海始道交換に任ぜられている。1896年、ここ総督張りのホラの将兵に応じてその幕僚となり、空心口堤防の修築工事を担当した。1902年、土佐津漁師に転じ。1905年、五大臣のイギリス訪問に随行している。帰国後は、チャンス賞日下げ学士に任命され、1908年4月には、 国立校準部左33に移った。翌1909年3月に準部の邸特前が病気辞任したため、州が準部を暫時処理し、同年7月に正式に準部に任命されている。1911年、改弁氏を務む大臣となり、さらに中庭科官会大臣も兼任した。同年11月、侵害革命の期に、 国流交渉で保安会が成立すると、その会長に就任している。中華民国成立後の1914年5月、北京政府平間参院委員長に起用され、同年11月には、高等文官長会委員会委員長も兼ねた。翌1915年10月、病気のため一時辞職するが、1916年7月に委員長、 9月に懲会委員会委員長にそれぞれ復帰している。1917年2月に委員長を、同年8月に委員長をそれぞれ辞任した。以後、北京市や天津市に偶居した。1925年9月28日、天津市で病没。去年66。ありがとうございます。